31号が飛び出しました。日曜日は1試合3本、そして3試合連続の一打で1点差。4番が打ちました。岡本がフォークですね。今日も打ちました。素晴らしいですよね。あっという間の、とてつもない打球スピードでしたね。本当にあっという間でした。これで1点差に迫った岡本、4番の1本です。改めてこのフォークを打った岡本の、これは上のバルコニーまで運んでいったでしょうか。山本さん、このフォークちゃんとステップして残って、あのフォークをちょっと待って打てますからね。わずか山本さん、やはり左方向の一本になりました、はい、これがまた切れずに運んでいきましたね。で、あの、まあ、甘いボールを逃さないっていうのがね、ホームラン量産する鉄則なんですが、はあ、ここのところそういうことですもんね。そういうことですね。7番